はい、それでは時間になりましたので始めたいと思います。日本オラクルの園田と申します。本日もよろしくお願いいたします。オラクルビッグデータジャムセッションですね、5回目、機械学習入門ということで、本日はですね、ディープラーニングの基礎から転移学習までというところを、やらせていただきます。はい、オラクルビッグデータジャムセッションですね、初めてご出席いただける方もいらっしゃると思うので簡単にお伝えすると、オラクルクラウドインフラストラクチャーのですね、ビッグデータ系とか、ビッグデータ系のサーバレスのサービスですね。あとはデータサイエンスですね。この辺の技術情報を、お伝えするミートアップになってますので、よろしくお願いいたします。で、本日のタイムスケジュールなんですけども、今18時10分オープニング始まりまして、この後ですね、20分から、機械学習入門ということで、初めにディープラーニングの基礎から転移学習までということで、約1時間ですね、やらせていただいて、その後5分ほど休憩をとって、で、次はですね、転移学習のデモコードと、コードの解説を横山さんの方からやっていただきます。はい、で、最後 QA を持って、終了というふうにさせていただきたいと思います。早速ですね、初めのセッションを、開始させていただきたいと思います。機械学習入門ということですね。本日は本当に基礎の内容ですね。ディープラーニングの基礎から転移学習までということで、約1時間ほどやらせていただきます。アジェンダですが、初めに機械学習とディープラーニングについて概要をお話ししてから、ディープラーニングのですね、実質の中身となるニューラルネットワークについて、概要とその構造を理解していきたいと思います。少しアカデミックな内容になりますが、アルゴリズムの中で、重要な役割を果たすですね、活性化関数、損失関数、最適化アルゴリズムというものをなるべく分かりやすくお伝えしたいと思います。そしてニューラルネットワークの画像分類のデモを見ていただいた後に、転移学習についても学んでいきます。はい、まず初めに機械学習です。おさらいですね。こちらは、機械学習のワークフローですが、ご存知の方も多いと思います。機械学習では大量の学習データを準備して、それらを統計アルゴリズムにかけます。機械学習の学習というフェーズですね。そして予測モデルが生成されます。この予測モデルというのは、例えば A という値がインプットされた場合は B という値を返すというような条件が定義されたようなものだと理解すればいいと思います。その条件を大量のデータから学習フェーズで学習するという考え方です。次に生成されたモデルを評価します。評価用のデータで答え合わせをして、どの程度の正解率となるかを確認します。問題なさそうであれば、このモデルを一旦リリースして実ビジネスで利用するということになります。もちろん実ビジネスでは予測して終わりではなくて、その予測結果に基づいて何らかのアクションを起こします。例えば過去の購買履歴を分析して、ユーザーへ何らかの商品をレコメンドしたり、工場の生産ラインの画像データを分析して不良品を検知したりという具合ですね。本日のですね、テーマのディープラーニングという学習方法は、機械学習の中の一手法です。なので基本的にこのワークフローは変わらないです。ただ、ある大きな特徴があります。それがこちらですね。機械学習というのは、先ほどもお伝えしたように、学習データから統計的なあるルールを見つけ出す処理と言えます。このためには、学習データからまず分析に必要なデータである特徴を抽出します。この作業はデータサイエンティストのノウハウが必要な部分ですね。非常に時間のかかる作業でもあります。特に非構造化データを扱う場合は、機械学習とはまた別のライブラリに精通している必要があったりします。そして従来のディープラーニング以外の手法では、この部分を人が行うのに対して、ディープラーニングではアルゴリズムがこれを行います。これが一番大きな違いかと思います。この違いが意味するところは非常に大きくてですね、このディープラーニングの世界では、人のノウハウ以上にデータが重要だということです。今まで以上にクオリティの高い、そして大量のデータを集めることが重要ということになります。そしてディープラーニングで使われるアルゴリズムが、このニューラルネットワークというものですね。ニューラルネットワークは、人間の脳の生態現象に着想を得たアルゴリズムだと言われています。
人間の脳はこのように、膨大なですね、数のニューロンと呼ばれる細胞から構成されているそうです。そしてこのシナプスがですね、ニューロン同士をつなぐ細胞です。そしてニューロン同士がつながった状態をシナプス結合と呼んでいます。例えば人間が猫を見たとき、ニューロンに電気信号が生まれます。そしてこの電気信号には大きさがあってですね、ある特定の大きさを超えると、まあ、つまりある特定の刺激の大きさを超えると次のニューロンに信号を伝達します。この状態を活性化と呼んでいます。こうやって電気信号が次々と膨大な数のニューロンを刺激しながら、脳の言語や、まあ、視覚やでいろいろな物事を認識するというのが脳の構造だとされているそうです。この生体現象の仕組みをそのまま数理的なモデルに落とし込んだものがニューラルネットワークです。このニューラルネットワークには入力層と隠れ層、あと出力層といった3つの、種類の層があります。それぞれの層に、ある円、これですね。これを、まあ、ノードとか人工ニューロンと言ったりします。つまりこれが脳のニューロンに相当します。そして各ノード同士を結ぶ矢印をですね、エッジと呼んでいて、これが脳のシナプス結合に相当します。シナプス結合には電気信号の大きさにより次のニューロンに信号を伝える活性化と呼ばれる状態があると説明しました。ニューラルネットワークではこの電気信号の大きさを活性化関数と呼んでいる関数で数値的に表現します。この活性化関数は各ノードが持っている重みとバイアスを変数とした関数になります。そしてこのネットワークに膨大な学習データを流して学習させて、最適な重みとバイアスを計算させるというのがディープラーニングや機械学習でいう学習ということになります。本日このセッションでは、このディープラーニングや機械学習の学習ってどんな処理なのか、もっと言うと具体的には何をどうやって計算しているのかというところをですね、理解するために、このニューラルネットワークというアルゴリズムをですね、分解して理解していきます。はい、まずこの人工ニューロンですね、こちらについてです。人工ニューロンはですね、別名をパーセプトロンと言いまして、これが一つの、アルゴリズムとして扱われています。数式で書くとこう左上にあるようなものになります。でこの数式に詳細に精通している必要はないので、ここではこの数式がですね、意味するところを、この人工ニューロンのですね、絵で説明したいと思います。まずこの人工ニューロンはですね、インプットとアウトプットを持ちます。インプットは前のニューロンが計算した値で、アウトプットはこのニューロンがある計算を、した結果の、出力になります。この計算はですね、大きく2つに分かれます。この矢印のところですね、一つは、積和演算、もう一つは日化演算と呼んでいる計算です。両方ともすごく簡単です。積和演算は前のニューロンからのインプット値と重みのセットを、掛け算して、すべてを足し算して、さらにそこにバイアスの値を出すだけです。名前の通りですね、積と和の演算をするだけです。この絵の場合だと、X0 ですね、かける W0、同じように X1 かける W1 というような感じで全てをかけて、それらの値全てとバイアス値を足すだけですね。ここ。そして日化演算というのは、積和演算の結果を整理して出力するという意味合いを持ちます。出力値の条件を定義するというようなものです。でこの例では積和演算の結果が0以上の場合は1を出力して、0未満の場合は0を出力するといった具合ですね。何のためにこんなことをしているのかと思われるかもしれませんけども、これは人間の意思決定にですね、例えられたりします。はい、こちらですね、ある人がですね、何かを購買する際の意思決定です。この例では、意思決定に必要な情報として予算と、デザインと、あと利用頻度が挙げられています。で予算内の場合はですね、1、予算外は0といった具合で、これらがニューロンへの、インプットになります。でアウトプットがですね、こちらですね、1の場合は買う、0の場合は買わないというふうに、まあ、定義したというような状態です。
でこの人があるものを見たときにこの例のように感じたとします。ここですね、価格はですね、予算内だなと。なのでインプットは1です。で、デザインがちょっと悪いなということで、インプットは0です。でも、これを買ったら便利だろうなと、よく使うだろうなということでインプットは1です。はい、これに対して重みをかけます。この人はですね、利用頻度重視なので、まあ、重みが3だということになっています。そして予算内であることも必要ということで重みが2で、デザインはまあそんなに重視せず1という、まあ、こういう具合ですね。でこれをですねニューロンの処理にかけると積和演算の部分はこちらのように8になるということになります。で仮に出力の条件の値を、出力の条件の式値ですねを7とした場合、8は7より大きいので1が、まあ、出力されると、そしてまあ、この結果は、この人はこの商品を買うという決断をするということになりますっていう感じですね。はい、でパーセプト論でですね重要な点が、この日課のところですね。実はこの部分をですね活性化関数と呼んでいて、先ほどお話した脳のニューロンがつながっていく時の活性化の状態を表す部分なんです。ここで書いている日課というのは、実はですね、たくさんある活性化関数の一つです。ということで、この活性化関数についてもう少し見ていきましょう。このニューロンの絵で言うとですね、赤のこの矢印の部分です。この活性化関数というのは、ニューラルネットワークの中で膨大に繰り返される計算の値を決める非常に重要な関数になります。重要なのは、ですね、何のためにこのような関数を通すかということですね。まあ、逆に言うと、なんで、積和演算の結果をそのまま出力するとダメなのかということです。この積和演算というのはですね、重みの値をさまざまに変化させて計算するんですけど、その値というのはですね、大抵は完全な離散値になります。まあ、離散値というのはいろいろな値にばらけているということですね。要は都合よくですね一定の範囲内に収まってくれないんです。でニューラルネットワークの計算はですね、この積和を、演算して終わりではないんですね。この後にまだまだ様々な計算をするので、なのでこの後工程の計算をしやすくするためにこういうばらけたですね値を一旦整理するという目的で活性化関数に通します。でどのような整理をするかというとですね、まあ、ここに書いてあるパターンですね、離散値を一定範囲内に収まるようにしたり、不要な値を捨てて、離散値の特徴を分かりやすくしたりします。そうすることで値の比較がしやすくなったりしますということです。これもですね特殊なことはなくてですね、普段僕たちが生活の中で目にする、光景で説明できます。こちらの例ですね。この例は、学校でですね、学年テストの結果をクラス比較する場合のお話です。このように異なる、人数の3クラスですね、A 組、B 組、C 組というところで、学年テストの結果を比較する場合っていうところの例です。まあ、各クラスにはですね、いろんな点数の人がばらけて存在しますので、そのままだと、まあ、クラスの比較っていうのは、まあ、できないですよね。なので、比較する前に大抵は、クラス別の平均点を出します。こういうクラス別の平均点ですね。はい。で、活性化関数というのはですね、この考え方に非常に近いです。要は、クラス平均の、クラス比較の前にですね、クラス平均値を出す処理をしておくことによって、後工程のクラス比較という処理をですね、しやすくするという考え方です。この場合クラス平均値を出すという処理が活性化関数に相当して、クラス平均の比較演算が後工程の処理に相当するようなイメージですね。はい、はい、そしてこの活性化関数なんですが、いくつかの種類があるとお伝えしました。活性化関数はですね、隠れ層で使われるものと出力層で使われるものに大きく分かれます。ここではですね、まず隠れ層で使われるもの、有名なものを4つご紹介します。一番左にステップ関数というものがあります。数式としてはこのようなもので、ここですね、はい、0未満の場合は0を出力して、0以上の場合は1を出力する関数です。グラフにするとこのように
階段のようになるのでステップ関数と呼んでいます。ですが実はですね、ニューラルネットワークではステップ関数は使いません。値の整理の仕方がですね、0か1という非常に極端な整理をするためにね、使えないんです。これはですね、他の活性化関数と比較するために載せています。なのでこの波形を見ながらですね、他のものと比較してみましょう。はい、次はシグモイドですね。シグモイド関数、まあ、数式はですね、このようにちょっと分かりにくいものですけれども、まあ例のごとくですね、意味さえ分かればいいという感じでざっくり説明したいと思います。この関数はですね、出力値が広い範囲に分布していても必ず0から1の範囲に収めてくれます。そしてステップ関数のようにですね、0か1というわけではなくて、中間値を取りながらですね、入力値が大きいほど1に近づいて、小さいほど0に近づけるというようなですね、緩やかな整理をします。なのでステップ関数と違って、整理する前の値ですね、つまり積分演算の値を殺しすぎないということが言えると思います。はい、で次が単 h ですね。単 h という関数、正式名称はハイパボリックタンジェントと呼びます。数式としてはですね、シグモイドと似ていますし、整理の仕方も似ています。シグモイドと違うところはですね、収める範囲ですね。シグモイドが0から1に、収めるのに対して、単 h はマイナス1から1の範囲に、こちらもですね、中間値を取りながら緩やかに整理します。そして最後がですね、レルという関数ですね。こちら、この関数はですね、非常にシンプルで、入力値が0以下の場合は0を出力します。そして0以上の場合は入力値をそのまま出力するという関数です。要するに0以下の値は余計な値としてですね、割り切って捨ててしまうという関数ですね。ニューラルネットワークですね、一番よく使われる活性化関数がレルになります。ですので先ほどですね、ご説明したように2種類のその整理をですね、当てはめるとこんな感じです。こちらですね、こちらとこちら、シグモイドと単 h は離散値を0から1、もしくはマイナス1から1という一定範囲内に収まるように整理します。では単位を比較して、ごめんなさい、単位を揃えて比較しやすいようにするというようなことでした。まあ、離散値を一定の範囲内に収まるように整理するということですね。はい、そして不要な値を捨てるという整理はレルでやります。0以下の値を切り捨てて0にしています。そして、それによって特徴を分かりやすくして比較しやすくするというものでした。はい、そしてですね、こちらが出力層で利用される活性化関数です。2つあります。高等関数というものとソフトマックスというものですね。まずは高等関数ですね。高等関数はですね、回帰問題に適用する活性化関数です。回帰問題というのはですね、連続値を予測する問題ということです。例えば今年の売上が千何百億円になりますみたいな具体的な数値の予測ですね。この関数はですね、機械学習で出てくる関数の中で一番シンプルです。まあ、何もしません。入力値をそのまま出力するというものです。なので、数式で書くとですね、こちらのようなシンプルなものになります。 fx イコール x と、これだけですね。はい、で次が、ソフトマックスですね。ソフトマックスはですね、分類問題に適用します。分類問題はですね、3つ以上の集団に分類する問題をマルチクラスと呼んでいて、2つに分類する問題をバイナリ分類とか、まあ、二次分類なんて呼んだりします。でバイナリ分類はですね、先ほどご紹介したシグモイド関数を、使うケースが、まあ、あります。そしてこのソフトマックスという関数はですね、マルチクラス分類ですね、3つ以上の分類によく使われます。ここでですね、ここに載せたグラフっていうのはソフトマックスそのものの波形ではないんです。分かりやすくするために例を載せています。これはある画像が猫かトラかライオンかを分類するというマルチクラス分類の時に、ソフトマックス関数で算出された値を、まあ、どう読み解くかっていう波形を載せています。まず分類するクラスが3つあるので3つのラインがあります。そしてこの関数はですね、入力値を0から1の範囲に収まるように整理します。整理するんですが、すべてのクラスの出力値の合計がですね、0になるように整理します。まあ、ここはポイントですね。
このチャートで説明すると、例えばですね、横軸の入力値が2の場合を見てみましょう。ここですね、2の場合、はい、横軸が入力値です。クラス1の猫に分類される曲線ですね、緑色の曲線はちょうど 0.2 となっています。で、同じようにクラス2の虎、赤の曲線ですね、こちらは 0.1 となっています。そしてクラス3のライオン、オレンジの曲線は 0.7 となっています。まあ、合計すると1になりますよね。そしてこの数値自体がですね、そのままクラスに分類される、そのクラスに分類されるパーセンテージを示している状態になります。つまりこの例で言うと、ライオンの可能性が 70%、 トラの可能性が 10%、 猫の可能性が 20% と予測したということです。はい、まあ、こういうものです、ソフトマックス関数というもの。はい、以上がですね、活性化関数のお話でした。はい、でだいぶいろいろな専門用語が出てきたところで、一旦ここまでの情報を整理しつつ、ディープラーニングの学習のですね、計算過程というものを見ていきましょう。この例はですね、入力された画像が猫かトラかを予測する分類問題の例です。画像をですね、入力する場合は、その画像のピクセル値を入力値とします。この画像の例でいうと、縦横 100×60 ピクセルの画像なので、この画像1枚でですね、6000個のピクセル値があるわけです。なので、ニューラルネットワークの入力層には6000個のニューロンが並ぶイメージです。実際にはですね、カラー画像とか白黒画像かでですね、まあ、この辺の数っていうのは異なるんですけれども、まあ、概ねこのようなイメージだというふうに捉えていただければと思います。そして隠れ層が2つあって、その隠れ層で使われる関数を、まあ、ここで書いてあるようなレルというふうにしています。そして出力値は、猫かトラかの、バイナリ分類なので、まあ、猫に、相当するニューロンと、トラに相当するニューロンの2つがあるわけですね。はい、このようなネットワークで学習を始めたとします。入力層にですね、入力されたピクセル値とその重みを掛け算して、バイアスを含めて足して、でレル関数で0以下は切り捨てられながら、もう計算が進んでいくわけですね。はい、この時にですね、最初の重みの値 W っていうのは、とりあえず乱数がセットされます。乱数がセットされて計算が進みます。なので、学習の初期はですね、全くデタラメの重みの値で計算が進むということになります。そして出力層で最終的に猫かトラかの分類のために、ソフトマックスという関数を使っていますね、先ほどのご紹介した、はい、これにより、計算された値、つまり予測値ですね、これが、猫は 0.8、トラは 0.2 という計算値になったとします。そしてこの画像データはですね、正解ラベルがあります。これは猫の写真なので、正解ラベルとしては猫が1、トラが0ということになっていて、正解値との誤差がですね、発生します。はい、機械学習ではですね、この誤差のことを損失と、言っています。そしてこの誤差から、今度はセットした重みを、修正する処理が始まります。この誤差であれば、最後の層の重みは、まあ、こういう値の方が良かったよねみたいな感じですね。そしてさらにその前の層の重みは、こういう値の方が良かったねみたいなことをどん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 繰り返していって、このネットワークをですね、逆にたどって、まあ、重みの値をですね、修正するっていう計算が始まります。まあ、誤差からですね、重みの値を修正する処理をですね、ネットワークの逆方向に伝播させるので、誤差逆伝播法という名前がついています。英語で言うとバックプロパゲーションと言います。はい、そしてこのような処理をですね、全てのデータ、まあ、例えば画像データが5万枚あれば5万回繰り返すというようなことになります。はい、まあ、ここで重要なのがですね、優れた予測モデルとはどういうものなのかということですね。優れた分析のシナリオとか、まあ、高品質なデータはもちろん重要です。まあ、ですがですね、優れた分析のシナリオを作れるという決まった方程式は、まあ、当然ないんですね。分析の担当者がですね、まあ、自身のノウハウだったり、トライアンドエラーを繰り返して、作っていくしかないんですね、その部分については。
ですけれども、まあ、それが一旦決まってしまうとですね、あとはもう関数の世界です。まあ、関数の世界はですね、すべて方程式ですから、まあ、そういう意味でおいては、優れたモデルというのはですね、もちろんこの誤差ですね、まあ、この誤差が、最初になるモデルというのが優れたモデルということになります。まあ、どんな学習データを入力しても総じて、総じて誤差が低くなるというモデルが優れたモデルということになります。そしてですね、機械学習の学習という処理は、まあ、どんな処理か、まあ、もっと言うと何を計算しているのかというと、この誤差が最小になる時の重み W を探索する計算ということになります。これがですね、機械学習の本質ということになります。あらゆる企業が、まあ、機械学習をですね、ビジネスに取り入れて久しいですけれども、何をしているのかというと、この重み W を計算するためにたくさんの GPU インスタンスを並べたりしてですね、膨大なお金と時間を、まあ、投資しているというようなことになります。この後のステップは非常にシンプルです。損失をですね、最初にしなければいけないので、まずは損失を計算します。そのために損失関数なるものがあります。そして計算した損失が最小になる重み W を探索する必要があります。そのために最適化アルゴリズムなるものがあります。最適化のアルゴリズムはですね、複数あるんですけれども、全ての基礎となるのがこの確率的勾配効果法というものです。残りはですね、この2つのステップについて説明します。まずはですね、損失を計算する、損失関数からですね。この損失関数で有名なものはこの2つです。回帰問題で利用されるのが左の最小値乗法というものです。数式で書くとですね、こんな感じですね。まあ少しちょっと難しく見えますけれども、これもですね、数式が書けることが重要ではなくて、その意味するところをですね、ざっくり理解していればいいというふうに割り切っていいと思います。はい。予測値も正解値も数値で、まあ、出るんですからね、単に引き算すればいいのではというふうに思われると思うんですが、まあ、その通りです。それが最小値乗法です。要はですね、この数式は、正解値から予測値を、引き算しています。で、値乗しているのはですね、プラスとマイナスを考えなくていいようにするためです。事情すれば全てプラスになるということですね。はい。で、最小事情法は、まあ、これですぐ分かると思うんですけども、一応ですね、例をご説明します。正解値がですね、100に対して予測値は90、予測値 A ですね、すみません、予測値 A は90、予測値 B は120となった場合です。で、この時点ですぐに A の方が損失が小さいって分かると思うんですけども、まあ、一応この後も説明しますね。A の方は 100-90 の結果の10をですね、2乗して100という損失値になります。B の方は 100-120 でマイナス20を2乗して400という損失値となります。A の方が値が小さいので、まあ、こちらの方が損失が小さいと言えるということになります。はい。対してですね、分類問題の場合は、こちらの交際エントロピーという方法がよく使われます。こちらも、正確な数式はですね、ちょっと置いておいてですね、簡単に理解していきたいと思います。これはですね、正解値と予測値の自然対数を掛け算して、その値にマイナスをつけているという計算をします。で、マイナスをつけるのはですね、最終的に正の値にするためです。これもですね、例を見ていただいた方が早いです。猫かトラかのバイナリ分類の例を、見てみましょう。正解値ですね、正解値は、この場合猫で、猫とトライコール、1、0という値となります。で、それに対してですね、予測値 A は 0.8 と 0.2 となったとします。これは猫が 80% トラが 20% の確率ということですね。はい。で、B は、こちらのような値ですね。猫が、0.2、トラが 0.8 と。まあ、この場合ですね、明らかに A の方が、正しいっていうのが、まあ、直感的にわかると思うんですよね。なので A の方が損失が、まあ、小さくなっているはずだと思うので、まあ、計算してみましょう。はい。まず正解値のですね、猫の方の1ですね、と予測値 A の猫の方の 0.8。にログをつけたものを掛け算します。そして虎の方も同様にですね、正解値
の0とですね、予測値の 0.2 にログをつけたものを掛け算して、この2つを足します。ですね。はい。そうすると、ログ 0.8 だけが残って、これは対数計算をするとですね、約マイナス 0.09 という値になります。頭にですね、マイナスがついているので、まあ、打ち消し合って最終的には 0.09 という値になります。同じようにですね、予測値 B の方も計算します。そうすると、ログ 0.2 だけが、残ってですね、最終的な値は 0.69 ということになります。結果として予測値 A の方が、まあ、小さい値なので、こちらの方が損失が小さいと。つまり正解に近いということになります。まあ、感覚値とも一致しますよね。はい。以上がですね、損失を計算する、まあ、2つの代表的な手法ということになります。はい。そしてですね、最後に最も重要な処理が、最適化処理ですね。つまり先ほど、損失関数で求めた値を最小にする、重み W を見つける処理です。こちらはですね、購買効果法、通称は SGD と呼んでいる手法を使います。難しそうな名前がついていますけれども、こちらもですね、概要簡単です。これはですね、僕たちが中学生の、数学で習った二次関数の Y の切片を求めようというような問題があったかと思いますが、それの応用ですね。これまでの説明ですね、損失を最小にすることが最も重要だということが、お分かりいただけたと思います。なので縦軸に、損失の総和を、取ったチャートを作ります。縦軸に損失の総和ですね。で、この損失は重み W の値によってですね、さまざまな曲線を描きます。はい、つまり横軸に重み W を取るということになります。で、繰り返しになりますけれども、ここで機械学習の学習とはどういったものだったかっていうのを思い出してみましょう。損失がですね、最小になる重み W を探すということだったと思います。このチャートで言うとですね、損失が最小になっているっていうのはどこになりますかね。はい。この曲線をずっとたどっていくと、まあ、ここが一番損失が小さいところということになります。なので、この点の重み W の値を求めるということが最終目的になります。それをどう求めるかという話です。はい、でこの曲線の切片の傾きが要は0になる時の W を求めればいいんです。曲線の最下点のですね、切片は必ず0になるということを僕たちは中学生の時に学んでいますから、それをやればいいだけなんですね。はい、何枚か前のスライドで学習の計算処理過程を説明しました。でその時にですね、ネットワークを初期化して最初の重みの値は乱数が入っている、まあ、デタラメの値が入力されるという説明をしました。まあ、つまりですね、一番最初の学習をスタートした時に W に与えられた初期値がですね、この赤の点バッテンだったとします。つまりこの時に、この時のこの曲線のですね、切片の傾きを求めます。仮にですね、傾きが負だった場合、負の値だった場合はもっとですね、この初期値の値を足し込んでいかなければいけないんだなっていうことが分かります。はい、で、仮にですね、足し込んでいって、今度はですね、勾配が仮にですね、正に転じるだとします。そうするとその場合は足し込んでいく値が大きすぎたっていうことになるわけですね。この最適な重みの値を、通り越してしまったということになるので、今度は重みを小さくしてですね、計算を、し直すということをですね、繰り返すわけですね。でその結果、勾配が0になるっていう、この最適な重みの W を、探るという計算方法がですね、これが確率的勾配効果法というものです。はい、ですので、機械学習は言い換えると、重み W を変数とした損失関数を解く問題ということができるんですね。学習フェーズではですね、重み W は変数として扱われますけれども、一旦ですね、学習が完了して最適値が決まってしまうと、これただの固定値になってしまうので、なので予測フェーズでは固定値をですね、掛け算して足し算してということを繰り返すだけで予測の計算が完了します。なので学習フェーズほど時間もコンピューティングリソースも必要ないということになります。
顔認識機能などは、モバイルデバイスの写真機能にももうすでに取り入れられてますけれども、こういった限られたコンピューティングリソースのデバイスでもですね、予測ができるというのは、予測フェーズでは重み W が変数ではなくて固定値になっているからなんですね。なので、計算が軽いということになります。そして、この最適化アルゴリズムは、確率的勾配効果法だけではないんですね。他にもですね、さまざまなアルゴリズムがあります。ですけれども、基本は、確率的勾配効果法です。他のアルゴリズムは全部この確率的勾配効果法のですね、改良版と言っていいと思います。概要欄をですね、斜め読みしていただけると分かるんですけれども、すべてこの確率的勾配効果法の一部を改良したりですね、確率的勾配効果法をベースにパラメータを付け加えてみたりというようなことが、お分かりいただけるかと思います。基本はあくまでもこの確率的勾配効果法というところになります。で、ここまでがですね、ニューラルネットワークのお話でした。で、ここからディープラーニングのデモとですね、そのコードを簡単に説明したいと思います。実はですね、ここまで説明した活性化関数や損失関数、あと最適化アルゴリズムの内容というのは、実際ですね、そんなに深く理解していなくてもコードは当然書けます。ただ、コードの向こう側でですね、何が起こっているのかということ、要はライブラリーが裏で何をやっているかということを理解していると、サンプルコードを見た時にですね、そういう知識がない場合と比べてまた違った景色が見えてきますから、やっぱりこういう基礎的な内容っていうのはね、理解しておくことに越したことはないと思います。そうですね、コードの実行結果とか出力を見るとですね、何となくその意味が直感的に分かるようになるので、非常にいいことだと思います。で、このデモはですね、ディープラーニングの代表的な、サンプルコードですね。いわばですね、ディープラーニングのハローワールド的なコードです。大抵の方がですね、ここから勉強をスタートするというコードになります。こちらはですね、0から9の手書きの文字の画像をですね、識別して、その画像がどの数字を示しているかっていうのを予測する、分類問題です。で、学習には MNIST と呼んでいるですね、手書きの文字のデータセットを使います。28ピクセル ×28 ピクセルのですね、画像データが6万枚、これらで学習をします。で、正解ラベルありの教師あり学習ですね。アルゴリズムはニューラルネットワークの中にですね、コンボリューションニューラルネットワークというものがあるので、それを使います。日本語で言うと畳み込みニューラルネットワークと呼んでいるものでですね、画像データを扱う場合にはよく使われるアルゴリズムです。そして最後にですね、評価用画像1万枚で、そのモデルの評価ですね、精度を確認するという流れです。このデモのですね、ニューラルネットワークの構成を、絵にするとこのようになります。画像はですね、28×28ピクセルになるので、全部で784ピクセルあると。なので、入力層に784個のニューロンを並べます。そして隠れ層は2つ、いずれも16個のニューロンを並べます。出力層は0から9に相当するですね、合計10個のニューロンを並べるという構成ですね。このネットワークに6万枚の画像データを流し込んで学習させるということをします。で、最終的に出来上がったモデルで、例えば8という手書きのですね、画像を予測させてみると、最終的に8と予測されることが期待される動きになります。こちらはですね、オラクルのですね、クラウドサービスですね、データサイエンスサービスという、機械学習の、開発環境のクラウドサービスになります。で、こちらで、デモのコードをですね、実行していきたいと思います。まずはですね、Python の、ノートブックを開きます。で、カーネルを選びまして 、まずですね、最初にやることは、データセットのダウンロードですね。MNIST の、サイトからですね、このようにデータセットをダウンロードして、Wget でダウンロードして、そして、GANZIP で回答するというようなことをやるんですが、実はですね、すでにもうこの環境で、ダウンロード、
済みです。そして回答済みです。なので、今回省いて、必要なライブラリのですね、インポートからやっていきます。まずは必要なライブラリのインポートですね。こちら NumPy とか Matplotlib ライブラリとかを、まあ、インポートします。はい、そして次に、配列を定義してですね、データを、入れます。はい、ここですね、NumPy を、配列を定義してで、データを入れます。で、XTrain と YTrain と言っているものが、この Train ってついているものが、学習用のデータです。で、X テストと Y テスト、これが、評価用の、データということになります。で、X が画像データ、で、Y が正解ラベルっていうようなことになります。はい、これを、定義して、はい、これでデータセットが、定義できました。じゃあですね、その、定義した内容を見てみましょう。画像ファイルの数とサイズをですね、確認してみます。はい、こちらですね、1枚の画像が28ピクセル ×28 ピクセルが6万枚あるというようなものですね。はい、でこちらに対して正解ラベルですね、見ていきましょう。はい、当然ですね、6万枚の画像があるので、6万個の正解ラベルがあるということになっています。はい、で、念のためテスト用も見ておきましょう。はい、テスト用はですね、28ピクセル ×28 ピクセルが、まあ、1万枚で、テスト、まあ、評価をするということですね、こちらはテスト用ということで、こちらも、ラベルの数を、見ておきましょう。まあもちろん1万個ありますと。正解ラベルが1万個ありますというような状態です。画像をですね、一つ見てみましょう。配列の5番目ですね、配列でですね、確認しておきたいと思います。このようにですね、画像データっていうのは、配列で表すことができます。はい、そしてこれは28ピクセル ×28 ピクセルなので、ちょっと見づらいんですけれども、これが28個、横ですね。で、このワンセットが、まあ、28個さらに並んでて、まあ、縦横28ピクセルというような形になっています。で、一つのピクセルはですね、これはグレースケールの画像なので、0から255の、中の値で、表されます。0が、黒なんですね。で、255に近づくにつれて、まあ、明るい色に、白になっていくというような感じです。なので、まあ、一つ一つのピクセルが、こういう数値で表されているというような状態になります。はい、これは5番目の画像ですね。はい、ちなみに実際の画像を見てみましょう。はい、こんな感じ。これは、まあ、2ですね。数字の2。手書きの数字の2ということになりますけれども、一応正解ラベルを、はい、見てみましょう。はい、2ですね、はい。正解ラベルが2だということが分かりますと。まあ、こういうデータをですね、学習していきます。はい、でまず、ニューラルネットワークにデータをですね、インプットする前に、多少整形を行います。これ何をやっているかというと、28×28 の2次元配列を、1次元の配列に変換しています。まあ、インプットレイヤーにですね、入力層にデータをまあ入れやすいように、1次元の配列に変換しているということです。28×28 は784になるのでということですね。はい、で変換後の、この、データをですね、もう一度確認してみましょう。こんな感じ。先ほどは 28×28 が6万枚あったっていうような状態だったと思うんです。これですね。28×28 が6万枚ありましたというのが、まあ、1次元の配列に変換したので784が 6万個、6万エントリーあるというような状態になりますと。はい、いうふうに変換しました。で、さらにですね、もう一度変換します。これはですね、ピクセルの値、色の値をですね、先ほどのこの配列でいうと、0から255の、256段階で表しているものをですね、まあ、0から 1.0 の間に、まあ、スケールを変えます。そうすることによって、まあ、計算しやすくするということですね。で、これはですね、単純に255で割ってるだけですね。
で、フローティングポイントの、タイプの定義をしてますということで、これを行いますと。はい、そうすると、先ほどのですね、配列のデータが、まあ、こちらのように変わります。まあ、0000はいいんですけど、まあ、ここですね、重要なのは。ピクセルの値が、まあ、0から1の間に、まあ、変換されていると、255で割っているので、ということですね。はい、こういうデータにして、まあ、インプットできるような状態にしました。はい、そしてここからが、ニューラルネットワークの、定義ですね。ここが非常に重要なところですね。はい、こんな感じです。まあ、初めのこの3行はいいです。重要なのは見ていただきたいのはここですね。この行がですね、初めのあのインプットレイヤーと入力層ですね、入力層と一つ目の隠れ層の定義をしています。一つ目の隠れ層は16個のニューロンを持っていて、インプットシェイプですね、入力層に784個のニューロンがあるというような状態で、アクティベーションというのが、先ほどご説明した活性化関数です。で、レルを使っているということですね。はい、そして2つ目の入力層がこちら。あ、ごめんなさい。2つ目の出力層がこちらです。はい、同じくニューロンが16個あって、で、アクティベーション活性化関数が、レルを使っていると、はい。で、最後が、ここが出力層ですね。なぜ出力層ってわかるかっていうと、ソフトマックスという出力層で使う関数を使っているからですね。はい、活性化関数を使っているからになります。で、0から9に分類するので10個のニューロンをここで設定しているという形になります。で、これでもうニューラルネットワークの構成設定は出来上がりです。はい、ここで多少時間がかかりますけども、ここでまあニューラルネットワークのネットワークを定義しているということになります。はい、そして学習を定義します。こちらがですね、先ほどのプレゼンでご紹介したものですね。ロスっていうふうに書いてるのが、これが損失関数です。で、これ見ていただくと、ここにクロスエントロピーという記載があります。これが交差エントロピーですね。要は、損失関数で説明した交差エントロピーをここで指定するということですね。で、カテゴリからクロスエントロピーっていうのが、これがマルチクラス分類の時に使うクロスエントロピーのエントリーですね。で、実際バイナリの、分類の時は、バイナリークロスエントロピーというものを指定します。そしてこのオプティマイザーっていうところが、こちらが、ADAM、 これ勾配効果法のところでやった、勾配効果法を、まあ、さらにちょっと賢くしたものですね、ここで指定しているということになります。で、メトリックは、精度ですね。はい、これを、学習を定義します。はい、でこれでもう、学習の定義が終わりましたので、ここからが、学習です。はい、まあ、fit という関数を、ね、使って、x トレインと y トレインを、学習しますと。で、epoch が繰り返し実行する関数ですね。10回はちょっと多いので、5回にしてみましょう。はい、これで、ここから学習のスタートです。ここから多少時間がかかります。はい、これ今、まあ、学習をしている最中だということですね。1エポックで4秒ぐらい。まあ、比較的早いですね。はい、っていう感じで、学習がスタートしていきます。で、ロスが、まあ、0.4534 っていうとこから、どんどんロスが、損失が減っていくわけですね。0.1861 と。で、それとは逆に、今度は、アキュラシーが増えていくと、86%、93%、94%、95%と、5エポック数を5に設定すると、だいたい95まで上がるということが分かりました。95% ということです。で、これでもう学習が実行されているので、もう学習が完了しましたので、今度はね、予測をしてみたいと思います。はい、ある画像を予測します。ある画像と言っているのは、テストデータですね。
テストデータ、訓練の方、トレインの方ではなくて、テストデータの方の、配列に入っている99番目の、データをですね、予測してみたいと思います。どういうふうに予測したかというと、これはこの画像は、この手書きの画像は9であると、9を指し示しているというふうに、予測しました、このモデルは。はい、で実際にですね、9と、予測したこの画像はですね、本当に9なのかどうな、9なのかどうなのかというところで、実際の画像を見ていきたいと思います。はい。はい、まあ9ですよね。はい、で正解ラベルもここに、つけましたけれども、実際に9です。なのでまあ、そうですね、 95% の精度なので、まあ、ほぼ間違えることは、ないだろうということで、こちらが、ニューラルネットワークを使った画像分類の、デモでした。はい、次に転移学習です。ディープラーニングでは転移学習と呼んでいる手法がよく使われます。特にですね、画像分類の時ですね。こういう学習方法が開発されるには当然背景があるわけです。それがですね、機械学習の非常に高いハードルをどうにかできないかといったものだったわけですね。そのハードルというのがこちらです。まず機械学習で精度の高いモデルを作るには、大前提としてですね、データが大量に必要です。特にディープラーニングは大量にデータが必要になるアルゴリズムです。かつですね、そのデータの品質が高い必要があります。品質って言ってるのはデータの偏りですね。例えばユーザーアカウントのデモグラフィックデータであれば、ある特定の年齢層のみしかデータがないっていうのはね、そういう状況は避けたいですよね。あとは画像データで言えば、できるだけ鮮明でサイズや被写体のアングルが揃っているものがやっぱり望ましいです。そして一番大切なのは、正解ラベルのついているデータだというようなところですね。非常に大変な、作業になりますけども、正解ラベルをつけるのはそういうところが重要なんですね。とはいえですね、そんな都合よくそのような大量のデータがあるわけがないんですね。なのでそういうところが大変ですと。そしてですね、モデルっていうのは一度作ったら、終わりではないです。精度を確保するために定期的にメンテナンスする必要があります。そのためにですね、学習用の計算リソースは都度必要になりますから、処理時間も毎回膨大なものになるケースがあります。それであればですね、似たような問題を解いている学習済みモデルを、流用できるようにしたら楽になるんじゃないですかと。いうような発想ですね。それが転移学習です。一から学習しなくていいですし、時間もコストも、あと何よりデータの準備が、かなり楽になるはずだということで、転移学習なるものが生まれたということになります。でこの学習方法では、転移元の学習環境をですね、ソースドメインと呼んでいます。でこのソースドメインでは、その分野のですね、専門家であるとか組織が大規模なデータで、すでに学習済みモデルを作ってくれていますので、その学習済みモデルをですね、今度は転移先のターゲットドメインで再利用するっていうような考え方です。学習済みの、モデルをですね、ベースにして自分で集めたデータ、これは少量でも大丈夫ですけども、その追加の学習データで、再度学習を行って最終的な、目的の予測モデルを作るというような手法です。なので先ほどのハードルが軽減されるというところが期待されます。特に正解ラベル付きのデータが少量でいいというところが一番魅力的なところですね。で実際にですね、転移学習で学習する時のネットワークの設計がどうなるかを見ていきましょう。一番左がですね、転移元のモデルが学習した時のネットワーク構成です。でここからですね、出力層だけを削除して、でその後にですね、解きたい問題に合わせて出力層を追加します。場合によっては隠れ層を追加することもできます。でこれでですね、ネットワークの構成っていうのは完了なんです。でここから学習させるんですけれども、学習対象のレイヤーは追加した赤色の部分のみです。赤色の部分の重みだけを再計算して、ベースモデルですねの計算済みの重みっていうのはそのまま流用します。ここがポイントです。
これによって、時間やコンピューティングリソースが、まあ、大幅に節約されるという仕組みです。で、定義学習のですね、コンテキストでよく出てくるのが、まあ、ファインチューニングという学習手法ですね。聞かれた方も多いと思うんですけれども、まあ、定義学習とですね、非常に似た学習手法ですし、まあ、区別してない方も、いっぱいいらっしゃいます。まあ、一応違いがありまして、それがこちらですね。ネットワークの構成は、まあ、同じなんですけれども、追加でですね、学習する範囲が、違うということになります。定義学習では、基本はですね、追加したレイヤーのみを学習します。それに対してファインチューニングは追加で学習するレイヤーをさらに広げるやり方ですね。場合によっては入力層から全て再学習します。まあ、ですのでファインチューニングは定義学習と違って再計算する重みの数が増えるので時間がかかります。ですがモデルの予測精度は上がる傾向にあります。まあ、どういう場合にですね、どちらを使うのがいいのかというようなガイドは、まあ、特にありません。モデルの精度が目的の値に達するのであればどちらを使われてもいいと思います。ただ、まあ、一般的にはですね、定義学習は圧倒的に画像データに使われるケースが多いです。ファインチューニングはどちらかというと自然言語とかですね、はい、で自然言語ので、ね、ファインチューニングについては過去にこのミートアップで取り上げたので、まあ、よろしければそちらを見てください。最後のシートに過去のミートアップの資料の URL をつけてありますので。で、定義学習が画像データに適している理由ですね。これはですね、ニューラルネットワークのある特性が関係しています。ニューラルネットワークはですね、入力層に近い層をです。下位層と呼んでいて、出力層に近い層を上位層と呼んでいます。こちらに記載している通り、面白い特性があってですね、下位層に行けば行くほど、各ニューロンはですね、エッジとか線分というような物体の基本的な形状を捉えるための、特徴をですね、認識しています。で、逆にですね、上位層に行けば行くほど、まあ、人間の顔といったようなですね、最終的な物体の特徴を認識するという傾向が、まあ、研究で分かっているんですね。はい、まあ、なのでですね、例えばですよ、人の、顔認識の問題をですね、猫の画像の分類問題に置き換えたとしても、下位層での処理っていうのは共通しやすいんです。要は線分やエッジなどを認識できるのであれば、それが元になっているもの、例えば人の輪郭だったり猫だったり、もしくは車だったりと、まあ、物が変わってもね、似たようなものだということです。はい、なので共通しやすいところは学習せずに、共通しない上位層を集中的に学習するっていう定義学習が画像データの機械学習ですね。特に画像分類問題、こちらで精度を出しやすいと言われている背景です。はい、簡単ですがですね、ここまでが定義学習の概要でした。ここでですね、実際に定義学習のデモとコードの概要説明をしたいと思います。このデモはですね、学習済みモデルはイメージネットというおそらく世界最大の画像のデータベースですね。こちらのデータセットで学習したモバイルネット V2 と呼んでいる学習済みモデルを使います。非常に有名な学習済みモデルです。イメージネットの画像ですね。縦横160ピクセルの画像、1400万枚。正解ラベルありの学習で、すでに学習済みのモデルです。はい、解いている問題は1000クラスの画像分類ということで、1000種類の物体をですね、識別できるモデルだということです。このモデルは、モバイルネット V2 と呼ばれていて、Google さんから提供されている学習済みモデルです。その名の通りですね、計算リソースが限られているモバイルデバイスで画像認識ができるようなモデルということです。モバイルデバイスで稼働させることができるライトウェイトなニューラルネットワークということになります。で、今回はですね、モバイルネット V2 というこの学習済みモデルを転移させます。転移先ですね、ターゲットドメインでは異なるデータセットで転移学習をします。サイファー10というデータセットですね。こちらも非常に有名なデータセットです。確かカナダの国営の研究所だったかな。多分アメリカのDARPAみたいな組織なんじゃないかなと思うんですが、そちらのデータセットを使って新たに追加の学習を行います。サイファー10はですね、
縦横32ピクセルの画像が5万ファイルで、正解ラベルありというデータセットですね。なので、ソースドメインの画像データに比べて非常に少ないデータ量だということです。このデータセットでソースの1000クラス分類を、10クラス分類に改造するという感じですね。識別したい画像はここにあるように飛行機とか自動車とか猫、鳥みたいなものが10種類ということです。で、最後にこのモデルの評価をして精度がね、どの程度になっているかというのを確認します。定義学習の環境としては、Keras と TensorFlow です。まあ王道ですね。このデモで見ていただきたいのは大きく3点ありまして、まずは先ほどご説明した定義学習の時のね、ネットワークの構成変更がどのようなものか、要はどれくらい簡単にできるのかというところですね。あとそれによって計算するウェイトの数がどのように変化するかというようなところです。あとは最終的にちゃんと精度が出るのかということですね。定義学習をして精度が出ないと意味がないので、ちゃんと精度が出るかというところを見ます。はい、それでは定義学習のデモを始めたいと思います。はい、まずはですね、ノートブックを作ります。で、カーネルを開く。はい。そして、このノートブックで、デモをですね、実施していきたいと思います。まずは必要なライブラリのインポートということで、TensorFlow を、インポートします。そして次に、データセットをですね、読み込みます。こちらですね、サイファー10の、データセットを読み込みます。Keras のですね、ロードデータという関数でサイファー10のデータセットを読み込みます。はい、でこれによって、このデータセットがダウンロードされてですね、配列の中に、データが読み込まれるということになります。で1つ目の、デモと同様ですね、学習用と、評価用のデータ。でそれに対応する、正解ラベルです、ね、があるというような状態の、データセットを、はい、定義しました。でデータセットの中身をですね、確認してみたいと思います。はい、これはですね、上の行が、学習用のデータですね、5万枚あります。で 32×32 ピクセルの画像。で、RGB ですね。R と G と B で3つのそのデータが、あります。カロ画像だということですね。で、この5万枚の画像データに対する、5万個の正解ラベルがあるというような、もの。で、評価用のデータですね。評価用のデータはこの1万ファイルで評価をしていくというような形になります。で、画像データをですね、実際に確認してみましょう。こちらですね、学習用のデータの配列の、1番の配列の画像を確認してみたいと思います。こんな感じですね。はい。これ画像が荒いんですけど、トラックです。はい。で、正解ラベルもですね、確認しましょう。こちら、正解ラベルはですね、このように表示されます。ここに9っていう数字が見えると思うんですけれども、これがですね、正解ラベルです。で、サイファーっていうのはですね、こちらのように、正解ラベルはこういうふうに定義されています。飛行機は0、自動車は1みたいな感じで。で、トラックはですね、9なんですね。なので、先ほどのこのトラックは、正解ラベルが、9になっています。ということになります。念のため、他のものも見てみましょう。5番目の、画像ですね。こちらもちょっと見にくいんですけど、これは車ですね。なので、正解ラベルが車のものになっているかどうかっていうのを確認してみましょう。1番ですね。はい。はい。1番。自動車の1番の、正解ラベルっていうのを確認できます。はい。で、このデータが、確認できたところでですね、学習用のデータをですね、少しちょっと、変形させます。変換します。でこれ、もともと定義元の、モデルがですね、160×160 ピクセルのものなので、32×32 から 160×160 に変換した方がいいかなというふうに、思いまして、こういうコードを入れています。これは単なる
変換のコードですね。データの変換のコード。はい。そして、ベースモデルを定義します。はい、ベースモデルが先ほど、ご紹介したモバイルネット V2 という、モデルですね。で、インプットシェイプで 160×160 の、カラーの、RGB のカラー画像の、データを使いますというような、ベースモデルを定義しましたということになります。こちらが転移元のモデルを定義したということですね。で、そこからですね、転移学習を、するためにですね、ベースモデルの、ネットワークの変更というものを行います。これは何をやっているかというと、先ほどのモバイルネット V2 というベースモデルに対して、ここですね、重要なのが、出力層ですね。アクティベーション関数、活性化関数がソフトマックスになっているので、出力層ということがわかります。そして、ニューロンがですね、10個あります。要は、元々の、転移元の、タスクっていうのは1000クラスの分類だったものを、このサイファー10の、画像データというのは10クラス分類なので、最終の出力層を、10個に変更しているということです。ベースモデルで、出力層が一旦削除されて、で、この最終層の、出力層、ニューロンが10個ある10クラス分類のものが、追加されたということになります。で、ここでですね、一旦このモデルの、サマリーを見てみましょう。これはですね、見方としては、ここにレイヤーってあります。レイヤーがここは、2つ見えてるんですけど、これ実際にはですね、この元々の転移元のモバイルネット V2 っていうこのモデルは、ニューラルネットワークで言うと百数十層の、結構大きいネットワークで学習されてるんですね。なので、2層に見えますけど、実際には2層ではないです。ここに、160とか、170個ぐらいの、確か、レイヤーが組み込まれてたと思います。で、そこに対して、最終の出力層で、ニューロンが10個の出力層を追加しているっていうことが、これでわかります。で、重要なのは、このパラメータの数ですね。この層で、何個パラメータがあるかっていうようなこと。これが、計算する重みの数になるので、関係してくるので、これが多ければ多いほど処理が重いってことになります。で、このネットワークでは、トータルのパラメータとして、227万個近くのパラメータがありますと。で、今この状態では、トレーナブルのパラメータ、要は学習しなければいけないパラメータ223万個あります。で、学習しなくていいのは、3万4000個というような状態ですね。はい。で、ここからですね、ネットワークが構成できたところで、学習のですね、範囲を指定します。それがですね、これですね、こういうコードですね。これは何をやってるかというと、ベースモデルの、学習、するかどうかという特性をですね、フォルスにしています。ベースモデルはもう学習しませんよと。このレイヤーはもう学習しませんよということを定義しています。ベースモデルをね、フリーズするっていうような言い方をしますけれども、フリーズすることによって、追加で、作った、層。今回の場合だと、この出力層の。ここに関係する重みだけを計算しますよという、定義になります。で、こういう変更。これがなので、転移学習を決定づけるコードですね。この1行が。そしてもう一度、モデルのサマリを見てみましょう。はい。こんな感じです。先ほどとですね、大きく違うのは、このトレーナブルパラドスですね。ここが、最初223万個あったものが、このベースモデルをフォルスにして、学習を不要にする。つまり、元々の重みを転移する、流用することによって、学習しなければいけない重みの数が、大幅に減っているということですね。223万個から、1万2000個に減っていると。大幅に減っているということになります。はい、そしてですね、学習する前にですね、
また、この学習の定義というものを行います。こちらは初めのデモと同じですね。本質関数で、これ10クラス分類の問題なので、カテゴリーからの交差エントロピーを選びますと。そして今回はこの損失関数としては、購買効果法を、ベースとしたこちらの最適化アルゴリズムっていうのを選んでみます。前回のデモではですね、ADAM という、モデルを選んだと思う、アルゴリズムを選んだかと思うんですが、今回はまた別のものを指定してみたいと思います。はい、これで、モデルの定義、学習の定義っていうのを行います。で、実際にですね、ここから学習をするんですけれども、実は今この段階でですね、モデルは定義できているので、予測自体はできるんですね。なので、評価用のデータですね、X テストの評価用のデータで、どれくらいの精度になるかっていうのを一回確認してみたいと思います。学習前なので、非常に低い精度になるはずなんですね。そこをちょっと確認してみましょう。はい。学習前なのでですね、非常に低いです。11% っていう精度です。なので、10回、予測をして、1回当たるかどうかっていうような精度ってことですね。はい。なので、ここから、実際に学習をさせます。フォト状態ですね。学習をさせます。これでやってるのは、訓練用のデータ、学習用のデータで学習をしますと。エポックは10は多いので、5回ぐらいでやってみましょう。ということで、これが、学習スタートです。はい、でここから、少し時間がかかります。この環境はですね、GPU の環境なので、比較的早いです。1エポックで、だいたいこれで今1エポック終わりましたけど、14秒ぐらいですね、かかってますと。で、実際にですね、これ NVIDIA の環境なので、GPU 環境なので、GPU が使われているかどうかっていうのを、はい、見てみると、やっぱり結構なパーセンテージ、使用率ですね、GPU の使用率上がってますね。はい、80%、70% っていう感じで、はい、非常に高い、GPU の使用率となっています。ということになります。はい。で、そうこうしているうちに、この、5エポック目に入っているような状態ですね。はい。これで、学習が終わりました。なので、モデルが学習されてですね、学習前は 11% という精度だったんですけども、それがどれくらいになっているのかっていうのを見ていきたいと思います。評価用の画像ファイルですね、もう一度確認してみましょう。こちらですね。1万枚の、32ピクセル×32ピクセルのカラー画像ですね。こちらで評価をしていきます。モデルの精度が、どこまで上がるか、といったところですね。はい。評価をさせると、はい。精度がですね、71% ということで、まずまずの精度。まずまずというか、だいぶいいと思います。なんで、学習前は当然精度が低い 11% だったものが、定義学習することによって、71% まで精度が上がりましたということになります。はい、でここまでが定義学習なんですけれど、ここからですね、ちょっとファインチューニングのコードも、見ていきたいと思います、はい。まずですね、ファインチューニングっていうのは、どういうものだったかというと、学習の範囲を、定義学習と違って、定義できるということでしたよね。で、このモバイルネット V2 っていうのはですね、ブロックっていう言い方をするんですけど、この、ネットワークの中は、ブロック1からブロック16で構成されるネットワークなんですね。で、ブロック11の、重みを以降ですね、ブロック11以降の重みを、ファインチューニングにかけてみたいと思います。要は先ほどの定義学習の時は、最終層、出力層に関する重みだけを計算してましたけども、もっと前のレイヤーから学習をしてみましょうということになります。これがファインチューニングです。で、ブロック11以降なので、その一つ前のブロック10が何層目になるかっていうのをまずは確認します。それがこういうコードですね。で、101層目なんですね。
ブロック10が101層目になるということなので、ここの層、101層目までを、フリーズするっていう形です。今回は。それがこちらのコードですね。先ほどの、一旦ベースモデル、トレイナブルを、先ほどはもう丸ごとフォルスにしてたと思うんですけども、一旦トゥルーにして、そして、編集可能な状態にして、先ほどのこのブロック10のレイヤー、101というこのレイヤーまでを今度フォルスにするということになります。これによって、まあ、最終の出力層だけではなくて、その前の、まあ、何十層かまでも、まあ、学習の範囲に含めるっていうような、そういう定義になります。そして、ファインチューニングの、モデルの定義っていうものを、まあ、同じようにね、行っていきたいと思います。こちらさっきと全く同じですね。で、ここで、サマリを見てみましょう。モデルの。はい。先ほどの、ここも重要なのがパラメータの数ですね。転移学習の時はですね、こちらですね、追加の学習をする、まあ、転移学習をする、パラメータの数が、1万2000個だったものがですね、まあ、大幅に増えていると。193万個に増えているというようなことになります。これは学習する、層が増えているからですね、当然重みの数も増えるというような状態。そしてここで、学習をですね、実際に実行していきます。はい。はい、ちょっと待ちたいと思います。これはなので、出力層だけではなくて、まあ、その前の層も、どんどん隠れ層も、たくさん学習をしているというような状態になります。はい。やっと終わりましたね。はい。で、ここでですね、精度の評価というものを、同じようにしてみましょう。そうするとですね、はい、78% ですね。先ほどが、まあ、71% だったのに対して、転移学習の方がですね、やっぱり重みの学習がですね、範囲が増えると、まあ、精度も上がると、まあ、多少ですけれども、精度が上がるということが、分かると思います。以上がですね、転移学習と、まあ、ファインチューニングの、デモでした。はい、以上がデモでした。実はですね、このデモは1000クラスから10クラスという、まあ、タスクの変更はあるんですけれども、使っているデータセットはですね、転移元も転移先も似たような種類の画像なんですね。お気づきかと思いますけれども、一般的な車とか飛行機とか猫とかそういうものなんですね。でこの後横山がやるデモの一つはですね、これと違ってもっとリアルで実用途に沿ったデモです。学習済みモデルはですね、イメージネットを使っていますけれども、転移先のデータセットはですね、医療用のレントゲン画像データという、まあ、非常に専門性の高いデータセットです。要は正解ラベルがついていて、かつ偏りの少ない大量のデータを用意することが、まあ、難しいデータということになります。転移学習がですね、非常に有効なパターンの一つなんですね。大量の一般的な物体で学習した分類モデルが、レントゲン画像データというですね、非常に専門的な画像データの分類に使えるのかどうか、精度が出るのかどうかという点がですね、非常に興味深いデモになります。彼がこれをやってくれたということになります。まさにですね、僕がデモの前に、画像分類に転移学習を適用しやすい理由をご説明しましたけれども、あれが本当かどうかというようなところですね、これを実証してくれています。まあ、僕がやったデモよりもね、もっと面白いと思うので、この後もぜひですね、見ていただければと思います。あと最後にですね、過去のこのミートアップの資料と動画の URL をまとめてありますので、ご興味ある方はぜひ見てみてください。本日実施した内容に絡むものですね。画像データの機械学習であるとか、自然言語の機械学習、こちらファインチューニングまでやっていますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上、僕のセッションこれで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、それでは時間になりましたので、後半のセッションですね、私の方から、転移学習のデモコードと、コード解説
の方を、進めていきたいと思います。改めまして、日本オラクルのデジタルトランスフォーメーション推進室の横山と申します。よろしくお願いします。今回のデモなんですけど、さっき園田さんの、ご説明にもあったように、イメージネットの画像って、まあ、1400万枚ぐらいで、かなり豊富にデータは、画像データが収集されていると。で、まあ、その中で、まあ、1000クラスのですね、まあ、分類モデルで作った、まあ、VGG の、19層のモデルでですね、でこちらのモデルを、利用して、最後の、イストのところですね、この転移学習で、まあ、用いるこの層のところを、まあ、別のその画像分類を、まあ、今回、試していって、まあ、どれぐらい精度出たりするのかとかを、まあ、見ていこうといった、流れになります。で今回、まあ、題材を2つ用意したんですけど、まあ、1つがですね、まあ、サンプルとかにもあるかなと思うんですけど、このまあ、エイリアンとプレデターのこの2クラス分類ですね。まあ、こちらは映画が題材になっているのかな。映画で、まあ、十何年ぐらい前かに、映画で、放送されてたものなので、まあ、分かる人は、まあ、これはこう、どっちかとかっていうのは多分分かるのかなと思ってますと。なので、まあ、人間が見て、まあ、判断できるレベルのまあ画像なのかなっていうので1個取り上げました。でもう1個はですね、まあ、できるんであればこうなんか人間が見ても、まあ、ちょっとよく分かんないなみたいな題材もちょっと欲しかったっていうところもありましたので、まあ、今回、まあ、オープンデータでですね、この健常者 と、肺炎患者あとその新型肺炎というところで COVID の患者の、レントゲン写真が、データセットとしてありましたので、まあ、こちらの3クラス分類をですね転移学習で、作った時に、まあ、どういった結果になるのかっていうところですね、まあ、これを、出していきたいなと思います。ちなみに園田さん今聞こえてますかね。はい、聞こえてます。あ、聞こえてますか。いきなり振ってごめんなさい。これちなみにこの下のレントゲン写真の、健常者、肺炎患者、COVID 患者ってどれがどれとかって分かりますか。いや、これは全く予想がつかないんですが。いや、僕も全然分かんなかったんですけど、はい、これ正解を言うとですね、これが一番左が COVID で、真ん中が健常で、右側が肺炎という感じ。やっぱり人間でも見て判断することっていうのは難しいのかなと。まあ、お医者さんが見たらこれはもう一目瞭然みたいな感じのことはもしかしたらあるのかもしれないですけど、まあ、果たしてこうなんか上の明確なそのキャラクター2つなのか、まあ、こういったなんていうんですかね、レントゲンとか一般人が見てもなかなか理解しづらいような画像って、まあ、どういった形でこう評価出るのかなみたいな。ところはやっぱ気になったので、まあ、ちょっと全然違う2種類のですね題材を今回作ってみたといったものです。はい、すいません、園田さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、今回のデモのまあ手順ですね、はい、大きく3つありまして、まあ1つ目に、データのロードですね。先ほどのそのデータっていうのが、まあ今回はですねあらかじめまあ用意していたデータセットの方だから、まあ、データロードをして学習と検証用のために、データを分割しております。で、この画像を、まあ、少し、あれですね、画像変換を行ったりとかですね、こうトリミングしたりとか、正規化して、あとはこのテンソルに変換という感じでですね、画像のその、まあ、ちょっとした前処理を行っていくところまでが、まあ、データロードとして、紹介して、していきます。で、次にですね、まあ、モデル構築の部分ですね。先ほど園田さんの方の説明でもあったように、まあ、元のその、モデルで、重み自体はですね、こう変えずにですね、パラメータ調整された重みは、その変えずに、まあ、最後の層だけこう学習していって切り離して新しくレイヤーをこうつなげて学習した時の結果を、まあ、使っていくっていうのがまあ転移学習だったんで、まあ、そのようなこの流れをですね、解説していきたいなと思います。はい、今回は VGG の19層のもみを、使用しました。で、まあ、このレイヤーを凍結とか、まあ、言ったりすることもあるんですけど、まあ、先ほどその、実際こうモデル作った時の、まあ、パラメータですね、調整されたパラメータ、最適なパラメータっていうのを、まあ、動かさないようにとか、さらにまたそこは学習されないような形でこう凍結するっていうような言い方で、しております。で、最後のこのレイヤーを、まあ、変更して、
まあ、損失関数は、さっきのその、交差エントロピー、誤差と、あとはそのオプティマイザーとして、確率的勾配効果法ですね。こちらをこう、使用していくと、いった流れになっております。で、最後のその、まあ、検証っていうところで、この実際のその、検証データとしてのこの、データ推定ラベルと、実際のラベルっていうところですね。まあ、精度も出すんですけど、まあ、画像と一緒にこう比較していって、まあ、どれぐらい合ってるのかっていうのをですね、まあ、最後に簡単に見ていきたいなと思っております。はい。今回ですね、使う、フレームワークなんですけど、まあ、今回 PyTorch をですね、このセッションでは、使ってみました。で、まあ、前半のそのセッションでは、TensorFlow とか、まあ、Keras とか、まあ、結構その、なんていうんですか、ディープラーニングフレームワークの中では、まあ、1番、2番にこう、人気のあるとかよく使われているフレームワークかと思うんですけど、まあ、ちょっと幅広く、まあ、こういうフレームワークも紹介したいなっていうところもありますし、まあ、最近その、PyTorch ですね、まあ、新しいキーからっていうのもあるかと思うんですけど、まあ、検索キーワードのこう、なんていうんですかね、上昇率っていうところも、TensorFlow とか Keras に、結構近くなってきてっていうところで結構上昇してるって傾向もありますし、あとはこの、これ、カグルの方からこう引っ張ってきたんですけど、まあ、PyTorch がですね、マシンラーニングフレームワークのその、どれをこう使ってるかっていう、まあ、ランキングですね。というところで、まあ、1番はこのサイキットランで、まあ、1番多いなっていうのがわかるんですけど、まあ、TensorFlow、Keras とか XGBoost に続いて、まあ、30%もですね、まあ、1年間で結構数パーセントぐらい上がりましたみたいな、報告もあったので、まあ、最近、まあ、かなりこう注目されているフレームワークなんではないかなというところで、思っております。あとは、まあ、有名な話として1年ちょいぐらい前にですね、プリファードネットワーク社ですね、こちらの、会社が開発したチェイナーというフレームワークがあったんですけど、まあ、メジャーアップデート上終了して、まあ、今回そこの会社もですね、PyTorch へこうどんどん移行していくっていうことを発表したんで、まあ、やっぱこう、PyTorch も どんどんこう日本でですね、かなりこう注目を、集めてるものなんだなっていうところはですね、やっぱ去年ぐらいからですね、結構、体感しているところで、ありますと。なんで、まあ、今回ちょっと幅広くっていうところもありましたので、まあ、今回 PyTorch をですね、使って、解説の方をしていきたいと思います。はい。それではですね、パワーポイントの方はこれぐらいにして、ノートブックの方で、セッションを、開始したいと思います。で、今回はですね、こちらの先ほどの前半のセッションでもあったように、弊社のデータサイエンスクラウドの方ですね、こちらの方を使って、解説していきたいなと思っております。はい。見えてますかね、ノートブック。はい。多分大丈夫ですね。はい。ということで、まず一つ見えて目でますね、す。エイリアンとプレデター、はい、どうもありがとうございます。すいません。プレデターの、転移学習の方を、解説していきたいなと思います。まずはですね、まあ、必要なライブラリを、こうインポートしてあげて、まあ、今回その特徴的なものですね、このトーチとか、トーチビジョンっていったものですね。あとはそのトーチビジョンの中でこうデータ説とか、モデルとか、あとはこのデータ変換するときにトランスフォームズっていうような、関数をですね、引っ張ってきてあげて、あとこのトーチドット、オプティマイザーですね、オプティムをっていうのは、さっきのその、最後のその、重みのところのその、最適化ですね。確率的、勾配効果法の関数を使うための、ライブラリとなっております。あとは、まあ、よく使う NumPy とか、あと今回こう、グラフをですね、可視化したりだとか、グラフというよりかは、まあ、画像ですね。まあ、可視化するための、まあ、マットプロットリーを使って、おります。はい。で、まあ、最初にですね、まあ、データをこう引っ張ってくるための、ディレクトリーであるとか、あとはその切り抜くサイズだとか、まあ、平均値とか、あと標準偏差ですね、3次元の、データをですね、あらかじめ、変数でセットしておいてあげまして、で、一番最初ですね、今回手順で3つあって、一番最初のそのデータのロードのところから、始めていきます。で、一応その、なんていうんですかね、まあ、すべてではないですけど、まあ、キーになるような、この、関数のですね、まあ、一言レベルの説明なんですけど、まあ、こちらもこう、添えてありますので、
説明を交えながら、進めていきたいと思います。はい。で、まずはですね、このデータなんですけど、この NDRL のデータですね、画像でいうと、その高さと幅と、あとはそのチャンネルですね、を、このテンソル型のそのデータで、変換してあげると。で、それで、まあ、チャンネル、高さ、この幅みたいな感じでこう変換してあげるんですけど、まあ、これはこの、なんていうんですかね、計算のしやすさっていうところで、まあ、このような感じで、こう、テンソル型にですね、変換してあげるというような、特徴があります。で、まず、その、トレインデータと今回その、バリデーションのデータですね、まあ、2つに分割してっていうところはまでは、まあ、すでにですね、はい、あらかじめ、済ませておいた状態からスタートしてるんですけど、まあ、その中で、この引数をですね、まあ、リスト化していくっていうところでこのコンポーズを使ってあげて、まあ、その中でですね、具体的にこのセンタークロップですね、トランスフォームズドットセンタークロップの中で、この画像を、画像の中心から、まあ、どれぐらいのサイズでこう切り抜くかっていうところをですね、先ほどのそのインプットシェイプのこの数値からですね、使ってあげますと。で、その、データをですね、テンソル型に変換してあげまして、で、最後にですね、この正規化をしてあげるといった操作です。まあ、なんら難しくない操作かなと思いますので、まあ、それをですね、トレインデータと、あとはそのバリデーションデータですね、それぞれ、使ってあげて、まずは簡単なそのデータ変換を行っていくといった、流れになっております。で、一応これはですね、アウトプットしてあげますと、まあ、まあ、情報がすべてこう可視化されるっていうようなものになってはいるんですけど、今、先ほどその変数で入れたものがですね、引数として入れたものが、一応このような感じで、埋まっているといった、感じになっております。はい。で、次にですね、このイメージデータセットですね、このデータをですね、さっきのその画像データを、フォルダから抜き出してあげて、先ほどのその定義した、変換ですね、を施してあげると。そのデータに対しては施してあげるといった操作を、してあげます。なので、まあ、今回この、データディレクトリっていうのが、こちらのデータですね。この中に入っているトレインと、バリデーションで、それぞれエイリアンとプレデターっていう、データがありまして、まあ、こう見てあげると、例えば、このようなこう画像がですね、いくつか、入っているといったものになっております。はい。で、はい。で、同じものがですね、そのトレインデータとバリデーションデータ、それぞれで、その変換、定義した変換っていうのを施してあげますと。で、その、変換した、データですね、を、一応定義してあげて、まあ、アウトプットしたものが、こちらの、情報になっております。はい。で、今回ですね、まあ、この後にもあるかもしれないですけど、まあ、トレインデータがですね、データが703ポイント、703画像ですね。で、検証用のデータが200画像ですね、あるというところで、まあ、それぞれ、こう、トレインの方でモデルを作って、200枚の方でですね、こう検証していくといった流れになっております。はい。で、ここでですね、はい。で、このデータセットからですね、次がですね、このサンプルを、取得して、ミニバッジをこう作成していくといったものになってます。はい。で、ここでですね、今回、まあ、ナムワーカーズっていうこの、引数をですね、まあ、入れてないんで、デフォルトだと確かゼロかなと思うんですけど、まあ、GPU とか、まあ、そうですね、CPU でもそうかもしれないですけど、まあ、結構やっぱり、この辺の計算って、まあ、メモリをすごい食ってしまうので、あまりこう、並列実行数をですね、高くすると、まあ、メモリエラーみたいなことがこう発生して、まあ、ちょっとこれをですね、下げなくちゃいけないとか、いったような、感じになってしまいますと。なんで、まあ、その実際に使うクラウドの例えばサーバーのその容量とか、まあ、そのスペックによって、まあ、ここら辺はこう変化させたりとか、こう、調整してあげたりといった感じになるかなと思います。はい。で、こちらをですね、そのまた、この訓練データと検証データに対して、行っていくといったものになってます。はい。で、
で、ここのデータサイズですね。まあ、データサイズをこう出してあげて、この前の方でですね、説明にも、もうすでに説明して、おりますけど、実際にその訓練データってところは、まあ、703データですね、あって、まあ、検証データは200データ、あるというものになっております。はい。で、今回そのクラスのネームですね、まあ、フォルダの名前をそのままこう使っていこうというところで、まあ、エイリアンとプレデターの、まあ、2クラス問題というところで、まあ、クラスのネームはそれぞれ、このまま使うというものになってます。はい。で、次ですね。はい。で、ここではこのデバイスのこの関数を使うときに、このトーチ.device というところで、関数のその処理をしてあげるんですけど、これ何をしているかっていうと、例えばこう GPU が利用環境だ利用可能であれば、まあ、CUDA を使って、それが全然この GPU が使えない環境であれば CPU をこう選択するといった、関数になっております。なので、これはですね、まあ、環境によって、まあ、GPU を使うのか、まあ、CPU を使うのかっていうところが間違いが出てきます。で、CUDA っていうのは、まあ、知ってる方も、たくさんいらっしゃるかと思うんですけど、この NVIDIA が提供する GPU 向けの、まあ、開発環境のことを、指しております。はい。それでですね、はい。といったところで、まあ、この辺のデータ変換であるだとか、まあ、あとはその諸情報ですね、データどれぐらいあるのか、まあ、クラスをどうするのかとか、まあ、CPU、GPU をこうどっち使うのかっていうところをですね、まあ、ここまでで表してあげまして、まあ、ここからまあデータのその可視化をしてあげて、実際にこのようなデータをですね、まあ、モデル化していって、まあ、精度どれぐらいになるのかとか、まあ、あとはその検証したときに、まあ、推定ラベルと、実際のそのラベルっていうのは、まあ、どれぐらいのこの誤差があるのかというところをですね、試していきたいと思います。なので、まあ、ここまではちょっと、なんていうんですかね、あまり面白くない話かなとは思うんですけど、まあ、ここから、具体的に何やってるのかというのは結構わかるかとは思うんで、面白いかなと思います。はい。で、まずはですね、そのさっきのデータセットのその可視化っていうところで、まあ、先ほど2ページぐらい、2枚ぐらい、見せましたけど、このプレデターとエイリアンですね、の画像を、まあ、見せて、まあ、それぞれのこのラベルをですね、つけてあげて、まあ、どういう画像データなのかっていうところをですね、まず一番最初、こう表示してあげましたと。で、まあ、これは、知ってる人は知ってる、まあ、人間でもこう答えられるような、画像なのかなと思いますけど、私はあんまりちょっと、なんていうんですかね、そこまでこう、なんていうんですか、これをこう調べるまであまり違いがちょっと分かんなかったというか、まあ知ってれば一応こう人間でも分かるっていうレベルのですね、まずはその2クラスの画像の分類からですね、はい、始めていきたいと思います。はい。で、このフェーズ2ですね、はい。で、さっきがまあデータのロードと、まあ、細かいその、情報をですね、出してあげて、まあ、どんなデータを使うのかってところを説明したんですけど、まあ、2つ目がですね、このモデルのこの構築っていうところですね、やっていきたいと思います。一応さっきも説明しましたけど、まあ、VGG の、まあ、19層のですね、畳込みニューラルネットワークを使って、おります。で、まあ、この辺にも、説明は、書いておりますけど、今回ですね、このトーチビジョンドットモデルズ、VGG19 ですね、この、プリトレインドっていうところを、まあ、トゥルーにしてあげると、このイメージネットの先ほどのその、まあ、大量に、画像データがですね、集約されたところの、まあ、1000クラスのこの画像、分類のそのモデルっていうところがですね、使えるように、なっております。はい。で、まあ、実際にじゃあそのモデルをですね、まあ、VGG ベーストっていう形でですね、定義してあげて、まあ、こちらのパラメータをですね、見てあげると、まあ、それぞれのその、まあ、畳み込み層だとか、プーリング層か、の、まあ、情報がですね、書いてあります。まあ、先ほどのその活性化関数で説明があったように、まあ、レル関数をですね、まあ、使っているかなっていうところが、まあ、この辺からもですね、伺えるかと思います。はい。
で、これ最後のところを見てほしいんですけど、今のこのモデルって、さっきのその1000クラスの分類というところだったので、一番最後はですね、このアウトフューチャーズというところが、まあ、1000になっておりますと。なので、まあ、ここをですね、最後、今のそのエイリアンの画像をですね、2クラス分類するんであれば、まあ、ここのその層をですね、まあ、変えてあげなくちゃいけないかなと。で、ここを、変えて学習して、まあ、新しいデータをですね、こう学習していって、精度をこう評価していくといった流れになるかなと思います。で、その操作をですね、ここから説明していきたいと思います。で、先ほどのこの、VGG ベストのこのパラメーターですね。で、ここの、パラメーターで、使っていくんですけど、この畳込み層の定義と、あとはその線形層の定義と、まあ順序付けっていうところをですね、やってあげるっていうのをですね、まあ、下の方のこのセルで、実行しておりまして、まあ、ここ何やってるかっていうと、簡単に言うと、元のそのモデルですね、1000クラスのその画像分類のモデルの、まあ、最後の層、アウトプットが、100個、あ、100個じゃないな、1000個になるので、最後のレイヤーをですね、ここで削除してあげて、で、新しくですね、ここにレイヤーをこう追加してあげると。で、ここは、このクラスネームズ、さっきエイリアンと、プレデターの、2クラスだったので、その、まあ、大きさということで、まあ、にですね、アウトフューチャーズが、まあ、2になるようにですね、設定してあげるというところで、なので、まあ、1層取って新しい層をこうまた、つなげてあげるという形でですね、設定してあげております。で、それをですね、もう1回、こちらの、モデルをですね、確認してあげますと、先ほどのアウトフューチャーズが、まあ、1000だったところがですね、まあ、この2クラス問題というところで、2に、なってるかなというところが、確認できるかと、思います。で、こちらをもとにですね、学習していって、精度を評価していきたいと思います。で、ここからがですね、まあ、torch.nn.crossentropyloss っていうところで、先ほどのその交差エントロピー誤差をですね、損失関数の、まあ、評価っていうところでこう使ってあげて、あとは、オプティマイザーの、SGD で、確率的勾配効果法をですね、使ってあげて、そこをですね、最適化してあげるといった、パラメータをですね、まず定義してあげます。今回、まあ、クロスエントロピーロスとかは、そのまま、まあ、出力されるだけなんですけど、今回のこの最適化に対して、確率的勾配効果法の、パラメータがですね、いくつか設定できるようになっておりまして、まあ、6つぐらいあるのかな。まあ、よくいじったりだとか、今回ですね、使ってるところ、今回設定したところっていうのが、この学習率っていうところと、あとはその、モーメンタムですね。で、あとは、まあ、実際にこのパラメータですね、このモデルですね、VGG ベースのモデルのパラメータっていうところを引き渡して、学習率と、モーメンタムをですね、設定してあげると、いった流れになっております。で、まあ、一応ここは、その、まあ、学習する上で、まあ、当たり前の話なんですけど、先ほどその、パラメータ調整するときとかっていうのは、まあ、当然、こう、微分して、その、極小かつ最小のところの、パラメータの数値に近づけるとかっていうような操作が前半のセッションであったかと思うんですけど、まあ、微分可能なパラメータを、こう、定義してあげる必要があるっていうところで、必要がありますと。なので、なのでじゃないな。あとは、その学習率とこのモーメンタムのとこですね。で、ここは、じゃあ、ズバリ、どういう数値がいいのかっていうところは、まあ、正直、ここはですね、やりながら、調整していくような、ものになるかなと思うんですけど、これがですね、例えば、すごいちっちゃいと、先ほどの 最適値ですかね。確率的勾配効果法で最適値の重みに近づく速度っていうのが、どん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 遅くなっちゃう。
っていうようなことにもなってしまいますし、これをですね、1とか、まあ、5とか10とかってどんどん大きくしていくと、今度、近づいてはいくんだけど、すごい、無駄な動きをですね、してしまったりだとかですね、ことがあるので、まあ、ここはですね、実際にやりながら調整していくようなものになるかなと思います。はい。で、その、勾配の移動平均とかを取ったのがこうモーメンタムっていうところで定義されているので、まあ、こちらもですね、調整しながら進めていくものになるかなと思います。はい。で、今回ですね、学習にで、使った、ボックスがですね、今回はこれ15回で設定して、まあ、最後のこの、画像を出力する枚数っていうのが、まあ、10枚っていうところですね。要はその推定したラベルと本当の実際のラベルっていうところを比較するためのその画像をですね、まあ、10枚に設定したといった、まあ、変数なだけです。はい。で、まあ、ここがですね、はい、ここからまあ学習フェーズに入るんですけど、まあ、前半のセッションにもあったこのバックプロパゲーションですね、出力とまあ正解値のその損失の最小を最小値を取るために、この重みとか、まあ、バイアスをですね、どん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 、最適化な方向で修正していくといったものになってます。まあ、これがニューラルネットワークのその、まあ、学習というようなものになっております。はい。で、あとはですね、まあ、超細かいところで言うと、この2、まあ、モデルでもこう変数でも、まあ、いいんですけど、2デバイスですね。っていうところをですね、まあ、施す必要っていうのがところどころあって、まあ、これモデルとか変数とか計算するのに、まあ、さっきのその GPU とか CPU っていう話したかと思うんですけど、まあ、そこで、まあ、こういう、to device っていうような関数をですね、必要に応じて、使ってあげなくちゃいけないっていうところが、まあ、あります。ちょっと細かいですけど、一応書いてきました。はい。で、実際ですね、こちらの方で、まあ、15回エポックスをですね、設定して、モデルの方をこう訓練していった、スクリプトがですね、こちらになっております。はい。で、こちらは最初にそのエポックス15回のうち、まあ、何回目かとかっていう表示するための、まあ、単なるプリント文なんですけど、ここからですね、まあ、モデルのその訓練というところで、VGG ベースのドットトレインというところで定義してあげて、で、あとは最初にこの、損失関数のその初期値ですね、と、あとはそのアキュラシー、あの正解率もこう、精度も出していくというところで、その初期値をですね、お互い今0として取ってあげて、まあ、それぞれ計算していくといった手法になっております。はい。で、このデータの反復処理っていうところで、まあ、さっきのその、今回ですね、まずトレインのそのデータですね、訓練データを、データロードしたものをですね、取ってきてあげて、それをこうフォー文で回したときに、まあ、インプッツとラベルズですね、データからこう取ってあげて、で、それぞれですね、インプッツとラベルズをさっきのそのトゥーデバイスに、変換してあげると、処理を施してあげる必要が、ありますと。で、今回、まあ、勾配の出荷というところで、まずオプティマイザーですね。さっきの、こちらです。この SGD の関数ですね。こちらの、勾配のその出荷をしてあげて、ここからですね、損失のその計算を、実際にこう進めていくと、いった流れになっております。で、このインプッツをですね、まあ、モデルに、放り込んであげて、そのアウトプットをまあ出してあげますと。で、アウトプットってところを、出してあげて、ここがですね、フレッツが、予測の、数値に、なりますので、ここは後ほどですね、正解率、アキュラシーをこう出すためにまあ必要になってきます。で、一方で、その誤差率というか、まあ、損失関数ですね、の数値も出さなくちゃいけないんで、そのアウトプッツと、その実際のこのラベルっていうところですね、先ほどの、交差エントロピーのあのログの計算をしてあげて、損失をこう出してあげるといった、まあ、ロスの、変数をですね、定義してあげます。で、ここで、ロスの、損失関数の、このバックワードっていうところで勾配の計算を行って、オプティマイザーのですね、パラメータのその更新をしてあげると、いった流れになってまして、
で、ここフォーブで回すというところで、それぞれですね、このデータを、次々にこのロスが、発生してきますので、そこをですね、どんどん、足していって、トレインロスっていう、相場をですね、出してあげます。で、同じようにですね、損失と同じように、その正解率の方もですね、トレインコレクスといった形で、出してあげると、いったものになってます。はい。で、それを出すときにですね、この予測と、ラベルっていうところのデータですね、の、合計を、出してあげるといった、投資 .sum っていう関数を使ってあげます。はい。で、実際にですね、これをこう、最後に、トレインロスと、トレインコレクスですね、をデータサイズの方でですね、割ってあげたときの、割合をこう見ていくといった流れになるかなと思います。はい。で、今回そのエポック数15なので、一番最初の処理とかっていうところは、一番最初の処理でもこう、アキュラシーで75%とかっていう感じで、割といい数値なのかなっていうのは、思って、見てはいるんですけど、そうですね。はい。88%、80%、この辺で92とか上がって、94、91とか下がってしまうので、割と初期段階でこう差し入ってる感じですかね。ちょっと今回15回しか計算してないんで、なんとも言えないですけど、どれぐらいがちょうどいいのかっていうのもちょっとまだ、見えてはないんですけど、だいたい94ぐらいですかね。15回やって。なので、トレーニングでのこの、アキュラシーは94%っていうような感じですね。出ておりますと。で、その94%のモデルをですね、使って、検証していくといった流れになるんですが、ここではですね、先ほどのそのトレインのところと、処理としては、ほとんど同じになるんですけど、検証のところはですね、このモデルの、エバリエーションというところで最初、eval、括弧っていうところで定義してあげて、あとは、この辺のエポック数の法文とか、あとはそうですね、この辺も変わらないですね。はい。変わるとしたら、ここか。トーチドット、その、グラットのイネーブルというところを、フォルスにしてあげると。いった処理を、施してあげますと。はい。で、あとは、アウトプットとか、予測の計算と、あとコレクスの計算ですね。ロスはちょっとここでは定義してないですけど、コレクス出すんで、検証のその精度っていうところを、ここで出してあげるっていったですね、定義をして、あげております。はい。で、あとは、かかった時間とですね、はい、に最後にこう定義してあげる感じになってまして、で、それをですね、回した時の、結果っていうのが、バリデーションのアキュラシーで、93%って、さっきのそのトレーニングとよりかはちょっとは落ちたけど、そこそこいいなっていう。本当かよっていうところはちょっとあるんですけど、バリデーションでも結構いい、値がこう出てるのかなというところですね。はい。今回結果出ました。サンプルデータで割と綺麗にその前処理が施されてるのかどうかっていうところはちょっとわかんないんですけど、そこそこいい精度で、出てますと。じゃあこれをですね、可視化してあげると、一体どうなるのかっていったところがですね、はい、こちらになってます。はい。で、こちらはほとんどですね、先ほどのその、インプッツとかラベルズか、あとはその、プレッツのその予測ですね、アウトプット出して予測値をこう出すっていうところは変わんないんですけど、あとはですね、この下のところ、マットプロットリブの、グラフというか、画像をですね、出力させてあげるような、関数なんで、特にこの、なんていうんですかね、よく使う、プロットリブの関数だと思っていただければなと思います。はい。で、今回、実際のその、ラベルが、トゥルースの方ですね。で、予測した方がプレディクティッドっていう方で、出てますけど、今回は、何個だったっけな、最初にデータを、10個か。はい。10個表示した。だから、ランダムで10個表示してあげる感じで、これ表示してんのかな。はい。表示してますね。はい。
しましたと。なので、検証データの中のその10個の画像を、ピックアップしてきて、それぞれのその予測値と、実際のラベル値ですね、を比較してあげると、今回出した、結果としては、すべて正解してんのかな。はい。ですね。はい。なので、まあ、エイリアン、であればちゃんとエイリアンって出てるし、まあ、プレデターと、ものであればプレデターと出てまして、まあなんかこれ回したときに、まあ今回はこう、10分の10正解してますけど、まあランダムで、出してあげると、まあたまに1個ミスったりとかっていう感覚かなといった感じですね。はい。実際こう試したところだと、まあ、1個まではミスるけど、まあ、2個以上とかミスったりとか、まあ、何回か回した感じはしないかなというような感じでした。はい。なので、まあ、実際にこの、今回、何でしたっけ、トレインが700で、まあ、それで200枚で検証してるっていうんですけど、まあ、本来それで1からモデルをこう作ろうとすると、やっぱり何て言うんですか、精度90何パーセントに上げられるものって、まあ、なかなか難しいかなと思うんですけど、まあ、こういったですね、元からあるようなそのモデルのまあパラメータをこう変えずに、まあ、最後のその層だけを変えて、チューニングしてあげるといった、まあ点学習ですね。まあ、それをこう用いると、割かし、少数のデータでもですね、いい精度が、まあ出ていくといったところが、まあお分かりになるかなと思います。はい、で、今がですね、まあ、エイリアンとプレデターの、お話に、なりますけど、まあ、これは、冒頭でも、まあ、人間が、見ても、まあ、判断できるような画像の、まあ、分類かなというところだったんですけど、まあ、二つ目のですね、レントゲン写真の方ですね、こちらはなかなか人間が見てもというか、まあ、素人の人が見てもっていう方が正しいかもしれないですけど、まあ、そういったものに対しても、例えばさっきのイメージネットの、1000クラスで作ったモデルを、その最後の層を切り離して、レントゲン写真のその3クラス分類の方で、学習したら精度が出るのかっていうところですね。実際まあ難しそうじゃないかなとかっていうところはですね、最初思ったんですけど、まあ、実際にそこそこいい精度はまあ出たのかなっていうところですかね。はい。で、それがですね、まずはですね、まあ、データセットとしてはまあこんないったもので、まあ、分かりやすいものもあれば、分かりにくいものもありますね。はい。なんていうんですかね。はい。これ特徴だと、まあ、健常者、まあ、コロナだと結構こう真っ白みたいな感じになっちゃうのかな。これデータによっても結構なんていうんですかね、ばらつきがあって、ちゃんとリサイズしないと本当はいけないかなとは思ったんですけど、今回ですね、その明るさだとかですね、このサイズだとか、その辺の前処理とかっていう、操作はですね、あまり、まあちょっとしないでは、やったんですけど、まあ、そこそこいい精度だったかなっていうような感じでした。まあそういうところをですね、例えばちゃんと、やってあげたりとか、したりとかですね。あとはその、まあ今回、時間の都合上もあって、ボックスとかも、まあ少なかったりだとか、したんですけど、まあそういうところをもうちょっときちっとやっていけば、もっと精度上がるんじゃないかなというような、まあ見立てで、やっていっております。はい。なんで、まあ画像を見ると、まあ大体これかなとか、よくてそういうレベルかなと思います。はい。で、同じ要領ですね。まあモデル構築とか、まあさっき説明したような、ものと同じようなものなので、ちょっとここは、飛ばしていきますけど、どこだったっけな。さっき、これか。はい。ちょっと今回、まあデータ数がですね、これが、訓練データが600で、検証が150とかだったかな、はい、のデータで使ったんですけど、それをですね、今回ちょっとエポックス、さっき、大体5回ぐらいで差し切ってたんで、今回もですね、ちょっとこう5回ぐらいでやってみようというところで、ちょっと計算の時間も省略というところもですね、コンビでやっていきました。で、実際に 85% ぐらいですかね。はい。っていったところで、じゃあ実際このモデルを使って、先ほどのそのレントゲン写真の方ですね、まあ検証した結果っていうところをですね、まあ見ていきたいと思っています。で、表示するデータ数は、まあ15個にしといて、先ほどと同じ要領でですね、
操作をしていきます。まあ、エポックス、さっきの、5回ですね。なので5回分計算を回してあげて、まあ、インプットトラベル増高を出してあげて、で、モデルにですね、インプッツを入れてあげて、アウトプッツを作ってあげて、で、そこでアウトプッツから、こう予測値のプレッツという、変数にですね、格納してあげると。で、最後に、この正解率をですね、積み上げてて、まあ、どれぐらいにこの精度になるかっていうところに、結果を出してあげる、いった操作になっております。で、これがですね、バリデーションの方がちょっと高かったのかな。ちょっとこれ、もうちょっと突き詰めてみないと分かんないところあるんですけど、さっきのトレインよりちょっと高くなっちゃってますね。で、まあ実際にこれ高くはなってるけど、まあ実際のところこう、なんていうんですかね、さっきのその画像ですね、実測値と、あ、実測値じゃないな、実ラベルとその推定したラベルっていうところをですね、画像と一緒にこう見てあげるとどうかなというところなんですけど、まあ大体、まあトレインとかでも、検証でも、まあ、80何パーセントだと。で、画像で見ると、まあ、ノーマルで合ってて、まあ、この辺もノーマルで合ってますね。で、コビットで合ってますね。はい。で、ここがですね、はい。実際、コビットだけど、こう、ノーマルって、予測しちゃったって感じですね。さっき、その、なんていうんですか、人間の目で見て捉えられるってところで、まあ、コビットの人結構真っ白だな、みたいなところだったんですけど、結構、この画像を見ると、まあ、あまり、なんていうんですかね。最初に見た、白さですかね。はい。この、どこにしようかな。これか。ここと比べると、まあ、ちょっと薄いから、まあ、だから、まあ、ノーマルって、予測しちゃったのかな、といった、まあ、結果になっておりますね。はい。で、あとは、まあ、肺炎ですね。はい、ノーマルっていうところで、まあ、それぞれ見てあげると、まあ、このデータとかあんま良くないですけど、当たってますね。はい。はい、はい、はい。で、ミスったのが、ああ、ここか。はい。これも COVID なのに普通のその肺炎という感じで予測しておりますね。はい。なので、まあ、間違い方はですね、今のご時世一番良くない間違い方を、まあ、ちょっとしてしまった、結果にはなったんですけど、まあ、15枚中ですかね、15枚中、まあ、2つミスったっていうような感じなので、まあまあ、さっきの数値とも、だいたい同じぐらいかなと、生徒の数値と、まあ、同じ数値ぐらいかなというところが、まあ、見て取れるかなと思います。はい。で、まあ、例えば、まあ、なんていうんですかね、さっきのこの最初にもお話ししたように、このデータのその前処理ですね、まあ、明るさだとか、その際、リサイズするようなところであるとか、まあ、そのデータのその前処理のとこですね。で、今回これ一切、まあ、やらずに、まあ、まあ、生データっていうんですかね。まあ、オープンデータとして、まあ、放り込まれてるデータが前処理全くしてないのかちょっとわかんないんですけど、まあ、ほぼ生データ、何も施さないデータからですね、使った結果として、以上、この大体80何パーセントといった、結果になってます。なので、実際にこれをですね、もうちょっと、加工を丁寧にやったりだとか、それぞれのそのデータのその、統一化っていうか、まあ、規格化ってとこですかね。まあ、明るさだとか、さっきのサイズとかも全然違ったんで、まあ、そういうところをちゃんと統一してあげて計算したら、まあ、もうちょっと良くなるんではないかなっていうところですね。はい。っていう結果に、なりました。なので、まあ、今回、まあ、ちょっと、使ってみた、このようなレントゲンデータですね。人間でも、まあ、ちょっと見ること、判別することが、まあ、難しそうなデータでもですね、まあ、数百枚ぐらいのデータがあれば、それなりの精度がですね、まあ、出るということはですね、まあ、今回のデモの範囲の中ではありますけど、まあ、見てわかるかなと思います。なので、まあ、例えばこう、画像を、まあ、判定、画像からですね、まあ、何かこう判定するっていった、まあ、分類問題だったりだとか、まあ、分類だけじゃなく、その回帰の、機械学習もあるかと思うんですけど、まあ、そういった時に、なんかこう、一から、モデルを作るっていう方法もいいと思いますし、まあ、それしかできないような時もあるかと思うんですけど、まあ、そういう時って、なかなかやっぱり最初データが、集まらないとか、データ数が少なくてみたいな感じのことが、結構多い
かなと、そういう局面がよくあるかなと思うんですけど、例えば、まあ、こういったですね、実際に、パラメータ調整してあるような、結構大きいデータですね、今回だと、まあ、イメージネットのそのデータですね、そこで作られた、まあ、モデルを利用すれば、例えばそれがその少量のその、新しくモデルを作るためのこのデータですね、それが少ない場合でも、それを応用して、まあ、転移学習をすることによって、まあ、そこそこのモデルを、モデル精度をですね、担保できて使うことっていうのは、まあ、できるのではないかなといった、まあ、少量のデータだとか、まあ、そういう時間工数をですね、まあ、削減するときに、まあ、結構こう重宝されるっていうところで、まあ、よく転移学習は、使われるかなと思います。はい。なので、まあ、今回の2パターンですね、まあ、ざっとやったような感じですけど、まあ、人間が見て分かるようなものでも、ちょっと分かりづらいようなものでも、やっぱりちゃんと元のモデルがしっかりしてるんで、それなりにその分類精度っていうのはそれぞれ出すことはできたかなといった結果になりました。で、まあ、今回は、まあ、こういったさっきのエイリアンと、まあ、今回のそのレントゲンですね、のデータを使ったんですけど、まあ、その他オープンデータでですね、いろんなそのデータ、天気を表すようなデータであったりだとか、まあ、あとはその、まあ、よくあるような動物であるだとか、なんかその、まあ、いろいろあるかと思うんですけど、まあ、そういったものもですね、ぜひ、データセットとして、ありますので、まあ、それをですね、例えばこうご自身で同じような感じで、使ってみる。見たりだとか、まあ、例えばこう実務であるで、例えばこう画像とかデータをいくつか持ってたら、まあ、そういったところでこう応用していければいいのではないかなと、お話になります。はい、私のセッションはですね、これで、以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます、横山さん。はい。じゃあ、一旦終わりにさせていただいて、本日は、ありがとうございました。また、次回ですね、まあ、5月頃にですね、やる予定なので、その時よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。